冷え性なので、もう今日は寒くて寒くてたまらん、たまらん日ですね。ひとよさん、ありがとう。くまさん、ナイスくまです。さらちゃんって言ってくださってる、ありがとう。けんたろうさん、こんばんは。雨降ってたらもう余計寒いだろうね。明日が寒くなるのかな、雨降ったら。私のところも降ってましたね。昼間降ってた。かも、急に冬になったよね。フォトさん、レベおめです。ナイスハートです。ありがとうございます。4年半ぶり、すごい。めちゃめちゃ久しぶりだね。フォトさんもダルマさん、ありがとうございます。急に寒くなったよね。ジュッ、ありがとう。のぴーさん、暑いよりマシ。私暑い方がマシって思っちゃう。結構冷え性が、寒いのが苦手だから。あ、風邪ひいてない？大丈夫だった？風邪ひいてないですか？カズスケさんも10ありがとう。覚えてくれてたの？すごい、4年半ぶりで。さすがだ。カズスケさんも10ありがとうございます。こんばんは。やば、お腹鳴ったわ。グーって言った。お腹空いてはないんだよ。食べたから。牛丼作って食べたから。ついてはないけど、お腹鳴っちゃったわ。風残ってたと思う。体調まだ悪いの？すごい長くない？大丈夫？熱とかあるの？まだ熱とかは大丈夫？咳？喉痛いとか？おばんです。牛丼作ったよ今日は。美味しくできたと思う。なかなか。あー、そうだよね。いやー、吉牛はもう一番好き、一番美味しい。ガーリックジュニアさん、レビューおめです。咳と痰かつらいね。痰絡むと死んだもんね。なんか息苦しいよね、ちょっとね。病院どうなんだろう。病院行ってないの？ずっと行ってない病院。あ、味覚は戻ってきた？よかったよかった。咳、私も咳が一番、もしコロナだったらね、ずっ咳が最後まで残ってたからね。結構1ヶ月2ヶ月ぐらいは咳ずっと出てた。焼肉美味しかったとか、いいな焼肉。滝井さんも焼肉行きたい。焼肉食べたい。でもおじいちゃんが今ね、ずっとお肉食べたい、お肉食べたいって言ってる。今ステーキが食べに、ステーキ、お肉めっちゃ好きなんですけど、おじいちゃんステーキとかが好きなんだけど、ステーキハウスみたいなのあるじゃん、に行きたいらしい。
なんかどうも病院食がねどうしても嫌みたいで、お母さんがもう連れて行ってあげるからって言ってる。アイホさんレベおめです、こんばんは。あ、乗せてたんだ、いいな。おじいちゃんはわんぱくでも、なんか今ちょっと調子、病院にまだ入院中なんだけど、退院したら、あのまあこれ手術の前にも言ってたんだけどね、退院したら食べに行こうねっていうので、手術うまくいって無事に退院したらステーキ食べに行こうっていう話になってたんだけど、うん、いつまで入院なのかがちょっとまだ分かんなくて、退院の予定通りだったらね、今週中には帰ってくるんですけど、わかんないんだよね、まだ。本当にね、早く元気になって、たくさんお肉食べれるだけ元気になってほしい、本当に。今はもう退屈ってずっと言ってる。病院でずっと寝てるだけだからね。すごい、あの、チャカチャカ動くのが好きなおじいちゃんだから、もう退屈で仕方ないみたい。ずっとなんか新聞見てる。よくいいね、食べ物にいいねしてくれるのか、のぴーさんは。武井さんもじゃあ食べ物のせよう。のぴーさんがいいねしてくれるかもしれない。あ、お風呂抜いたので、お風呂抜いたじゃないわ、お風呂空いたので抜けます。いってらっしゃいませ。うん、じっとしてるのかな、どうなんだろう、じっとしてると思うけどな。ちゃんと言うこと聞いてると思う。本家さらかつしてくるわ。あ、本はね持って行ってるのよ。でもあとは何読むか分かんなくて、一応本は持って行ってるんですけどね。なんか一番何がいいって聞いたら、新聞買ってきてって言うから、アイドル資格渡しといてって。パズルしないんだよね、そういうの。なんかあるじゃん、クロスワードみたいな、ああいうのやってくれたらいいんだけど、おばあちゃんはやるんだけど、おじいちゃんやらないんだよね。そういうのをやるならね、スポーツ新聞ですよ。そっちだわ、名案だって。 NG ワードなんだね。ベッドの下にこっそり、その中学生男子みたいな。なんかでも食べたいものがいっぱいあるみたいよ、今は。なんか
お母さんがずっと面会に行ってて、お母さんとおばあちゃんしか行けないから、私は様子とか何話したのとかしか家で聞かないんだけどさ、なんか食べに行きたいものとか、この間言ってたな、そのステーキハウスに行きたいって言って、貸し出し貸してくれるのステーキハウスに行きたいんやけどっていうのも、なんかおばあちゃんに言ってもさ、調べて行くか行かないかの決定権って基本的にうちのお母さんなんですよ。前は お寿司を食べに行ったんです。お寿司食べに行きたいって言ってて、ステーキハウスっていうのかな、何なんだろう、あの鉄板焼き前で焼いてくれるやつあるじゃん、あれが好きで、おじいちゃんお肉好きだからね、昔からよく行ってたらしいんですけど、最近ずっと行けてなくて、何十年、10年ぐらい行ってないのかな、多分行ってなくて、行きたいって言ってて、だからもう決定権がお母さんにあるからさ、おばあちゃんと2人で行ってんのに、もうめちゃくちゃお母さんの方見て言うらしいあ、そう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 、なんかガーリックライスとか焼いてくれるとかあるじゃん、あれあれに行きたいらしいよ。バラありがとう、 MM さん、もうママの方ばっか見て言うねんけどって言ってた、お母さんがめっちゃママの方見てくんねんけどって言ってた、もうって言ってたまあでもそんなこと言ってられるぐらいだから元気なんだろうなっていう安心感はあるよね、その家で待ってる身としては。もう作ってるかも、とりあえずうどんとお好み焼きを作らないといけないのだけはもう言われたから、なんか帰った日はうどんかお好み焼き作ってって言ってたよって言われてあ、そうですかって揚げ炊かないとね、揚げさん炊いとかないと、おじいちゃん好きだから。食べたいものリストがあるんだろうね、ゾン100やんただの食いしん坊やん、それも食べ100は。お好み焼き私は食べれないけど、いやでもホットプレートでやったらもしかしたらいけるかな、ホットプレートで焼いてみようかな一回。ひろのんさん、ハートありがとうございます。食べに行ったら食べれるんだよ、食べに行ったら好きなんだけど、家で作ったお好み焼きが好きじゃないっていう贅沢な好き嫌いなんですけど、だからもしかしたらホットプレートでやっちゃえば、退院したいしたら食べたいもの100個、もう暇だからね、書いてるかもしんない。でもなんかね、あの退院したら一緒にねコロッケ買いに行く約束はしたよ、美味しいなんかお肉屋さんのコロッケがあるらしくて、一緒にコロッケ買いに行こうとおじいちゃん言ってたから、一緒にコロッケ買いに行くんです。なんか並ばないといけないらしくて、一緒に並びに行こうっていう話をしました。それだけ約束してる、いつ行くかは決めてないけど。お母さんが泣いちゃう、勘弁してって。あ、お帰りなさいませ。やっぱ外食は美味しいよね、やっぱり。あ、え、行ったよ、お母さん行ってた、お母さんと妹2人で行ってましたよ。金太ってわかる、お好み焼き屋さんの。え、私んちはもう結構ホットプレートを出すのが面倒で、フライパンで焼いちゃう時が多いですね。金太ってあるじゃないですか、お好み焼き屋さん。あそこは行ったことあるよ、美味しかった。なんか外でお好み焼きは食べれるんだよね。
あともんじゃ焼きも好き。たけひさんは実はもんじゃ焼きも好きなんだけど、家で食べるお好み焼きだけなんか苦手っていう。キントは美味しかった。なんかね、サイドメニューがめっちゃ多いなんかお好み焼きも結構種類あった気がする。なんかメニューの種類がすごい多くて面白かった。おじいちゃんも好きなのよ。MM さんレベおめです。あ、食べたことないもんじゃ焼き、美味しいですよ。武井さんが食べれる武井さんがもんじゃは食べれる。え、どうなんだろうね、何が違うんだろう。なんやろうね、ほんまに何か分からへんけど、やっぱり外で食べたら美味しいよね。一回はんぺん入れたんですよ、お好み焼きに。はんぺんを潰して入れたら美味しいらしくて、ふわふわになるらしくてやってみたんですけど美味しかった。それは美味しかった。ほら、おばあちゃんが結構作ってくれたお好み焼きが苦手だった。なんかすごい悪く言う、悪く聞こえるかもなんだけど、結構水がなんか水っぽかったの。なんだろう、水を多分入れすぎてる普通に水を多分入れすぎてる。誰がともぐいやねん、誰も言うてへんやん。入れすぎてたから。でもそれはね、でもそれはそうなの、本当に結構入れる、結構多分入れすぎてる、本当に多分。家で 3、4枚食べれるの、すごい悪く聞こえるけど、それで多分苦手だったかもしれない。べちゃべちゃ、ちょっとべちゃべちゃかも。なんかその長芋入れるじゃないですか。長芋入れたらさ、あんまり水って入れなくていいというか、いけるなら別に多分水そんな入れなくていいレベルじゃないですか。長芋入れてなおかつまた水も結構入れるから、なんだろう、長芋の良さがなくなるというか、長芋のもんじゃほどはいかないんだけど、原型はとどめてるんだけど、水っぽい味が、味がちょっと水っぽい感じ、味のするかな。ちょっと悪く言いたいわけではないんだけどね、それが苦手だったの私は。結構焼きそば入ってるやつよね、修学旅行で食べましたね。美味しいよね。私は焼きそばが好きなので好きです、すごく。シャバシャバってわけではないんだけど、なんか水っぽい感じの味が、味がね、水っぽい感じの味がして、なんかそれが苦手だったんですよね。なんか贅沢言ってね、あれなんだけど、贅沢言うなよっていうね、贅沢言ってる私が悪いんですけど、でもおばあちゃんの土手煮、土手煮はマジで美味しいです。めっちゃ美味しい。え、土手煮ってあれだよね、あれだよね、牛すじとこんにゃくのやつだよね。
あれはめっちゃ美味しいの本当に。あれそれどれ土手に立ってるよねこれ。これ土手に？私が思い描いてるのが土手に立ってる？あーそうなのかな。水の量だと思うんだよね。でそのなんかそれでなんかキャベツの味が生地に結構グワって出る感じ、水分が多くて、それが苦手だったんだよね。あれめっちゃ美味しいのなんかわかんないけどあれがねめっちゃ美味しいんだよね、おばあちゃんの土手煮が。土手煮はマジでお店のような土手煮を出してくれる。たまになんか作ってくれるんですけどめっちゃ美味しい。でも今はほとんどないかな。今はずっと私がご飯作ってるからね、作ってもらうことってまあないんだけど、あれはめっちゃ美味しいからちょっと作り方聞きたいですね。あれと里芋と白玉団子の煮物がめっちゃ美味しい。里芋とね白玉団子、お団子をね煮物にしてるやつがあって、そうそうそう、多分あの圧力鍋でガーって炊いてくれてると思う。めっちゃ柔らかいんだよね筋が。時間かかるよねあれね。多分ちょっと今度作り方を聞こうかなね。あ、物足りない口。あらららら、味違う結構。物足りなくなっちゃったか。米に合うよね、あの濃い味は。こんばんは。里芋のうちの家ではね、なんか結構当たり前のようにね、あの白玉の団子が入ってたんだけど、あれがめっちゃ美味しいんですよね。お餅みたいなのが入ってて、柔らかめの。え、どうなんだろう、そのなんか地域によってやっぱね味付けって結構違ったりするからわかんないけど、どんなんなんだろう。お味噌っぽいよね。どうなんだろう、味噌が有名だもんね、カツとかも。食べたことない？なんかうちの家では結構ちっちゃい頃からそれがめっちゃ好きで、自分で作るようになってから出なね、自分でできないからどうやって作ってるかわかんないからね、あのあれなんだけど、本当に教えてもらいたい。あれは教えてもらおうかな、せっかくだからね。なんかたまにふと食べたくなるんですよね、あの味、不思議な。あ、お月見の日とかによく食べてたよ。普段から出るんだけど、お月見の日に特に絶対出てきてた。今日満月やから里芋の煮物やねみたいな。で白玉は食べる機会そこだけなの、うちんち。だからすごい不思議な感じしてました。なんか外であんまり、あれこれあんま見かけないってことはうちの家だけもしかしてと思ってた。あんまないよね多分。竹池独自のルールかもしんない、里芋と白玉は一緒に炊く。誰がともぐやねん、言うてないねん、言うてないねん。米多分結構合う、いけますよ。あの煮物は結構米をなんかそそる味してると思う、個人的には。あー、
あるよね、劇場近くに。行ってみたいけど行ったことないんですよね。こう行ったことあります？お団子と米いけちゃうかも、あれだったら。え、全然なんか 甘い感じではないよ、白玉だけど。普通の煮物に餅入ってる感じ。白玉って感じでもないから、平べったい、平べったいんですけど、平べったくなってるんで、お餅みたい、本当に。多分一回丸めて潰してるんだと思うんですけど、ちょっと平べったいんだよね。もうな、え、ないの？あー、そう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 、そんな感じかもしれない。どちらかというと雑煮っぽい。雑、味はね、全然雑煮じゃないけど、なんかそのあれかも、そのおかず的要素はそういう感じの立ち位置かも。おかえり、白玉屋さん行ったことないんだよね。行ったことあります？行ってみたいですね。劇場の前ですよね、横の路地みたいなとこの。あ、やってそう。行ってみたい。白玉プラスなんだ。 YNN で行ってなかったっけ？何で行ってたっけ？あ、これハラミ丼ストリートっていうの？そんな名前だったの？2階の中上がるとこだよね、確か。行ったことはないんだけどね。カリさん、アメちゃん、ありがとうございます。ココナ行ってたね、なんかの番組でね。いつも通ってるとこ？そう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 、あの横のね、狭いうどん屋さんがあるところ。うどん屋さんだよね。そんな名前ではないの？白玉プラスではないの？あ、違う、そのカルビ丼、ハラミ丼か、ハラミ丼の話か。奥の、え、奥の通りってどこだ？道具屋筋の方行ってもう一本奥ってこと？アニメイト寄りに一本。あ、あるね、ソフトクリーム屋さん。あ、こってもともと焼肉屋さんあったとこですよね、だったはず、だったはず。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。ねえ、生写真屋さんあるんだ。今もあるのかな。違うかったかも、武井さんじゃなかったかもしれない。
どういうこと？どアカンタイプって何？どういうことよ？転売？転売ではない。その売りに来てる人のやつ？公式じゃないっていうこと？サラランでもいけるもんね。お疲れ様です。あー、中古、ほうほうほう。そんなんもあるの？そんなのもあるの？まあまあ結構ね、そのサイン入りとかじゃなくても売りに出されちゃうこともあるもんね。もういらないってなってたら。生写真のお話。おじいちゃんは落書きすなって怒ってくるから、あの生写真あげようと思ってサインしてあげようかって言ったら落書きすなって怒られるからね、ダメですね。お母さんにも言われるから、何も頼むからもう何も書かないで。まあ間違いない、そうだよね。そらそうだよね。落書きって呼ばれてるから。そこに価値を求めてるのに。落書きと呼ばれております、我が家では。そんなうちのお母さんはレイニャンが好きです。うちのお母さんの推しはレイニャンとサエ様ですね。
お母さんに。美人さんが好きなんだろうな、シュッとしたね。ノアラのけんちゃんさん、音符ありがとうございます。なんか公園にね来てくれるんですけど、お母さん美しいって、もう美しすぎるって言ってますね。公園に来て推しになった。グッズとかね、買うわけではないんだけどね。さあちゃんのことはもう見てない。公園来た時は見てないかもしれない。DMM では見てくれてるけど。こんばんは。推しですから。でも本当に美しいよね。もう共通点を探したけど、目が2個あるぐらいしかもう共通点が見つからなかった。ないですね。目かっぴらいてって、鼻の穴も2個か。意外と共通点多いかもしれないな。耳も2個だよね。ママ浮かれちゃう。喜んじゃう、うちのママが。タラちゃんは、私は可愛くないですよ。平凡。とっても平凡。喜んでた、喜んでた。もうみんな可愛いなって言ってる、いつも。もう誰が来てもね、誰が来てももううちのお母さんは喜んでるんだけど、みんな可愛いなって言ってる。めっちゃ普通やからな、私がね。普通オブ普通って感じやから。こんな可愛い子がお家に来たらびっくりよ。
生まれた時から初っ端から見てるからな。びっくりしゃっくり、びっくりしすぎてしゃっくり出ちゃう。明日も寒いのかな。今日が一番寒いって聞いたけど、ここしばらくで明日も寒いのかな。ね、めっちゃ寒かったよね。雨が降ったから余計寒かったのかな。ドラフトで思い出した。何思い出した。あ、自分やばいながる変わってないでしょ全然。全然変わってないでしょ。顔出し許可は全然 OK みたい。え、ほんまに載せるでいいんって聞いたら、ええでーって言ってた。ええで、でもなんかみんなアンチせんといてやーって言ってた。って言ってました。それだけ言ってた。マジでアンチとかやめてなーって。これ今モノマネしてるからめっちゃ似てるよ。隠れファン多い。え、その話をしたのよ。なんか配信とかで、隣の席やったからさ、結婚式配信とかでなんか名前言いそうになるな。自分やばいなガール人気やでって言ったらさ、やば死ぬねんけどつってめっちゃ笑ってた。マジで。だから乗せていいって聞いたら、え、全然ええで、アンチやめてやーって言ってた。あ、ギャルやで。みんなギャルやで。昨日もう周り見渡す限り全員ギャルだった。本当にめちゃくちゃギャル浮いてないかなと思った。私も金髪にしていかなきゃいけなかった。きっと、いや本当にそんな感じだよ。みんなギャル。漏れなくみんな、もう見渡す限り全員ギャルだったね。みんな可愛かった。見た感じそうかな。大人になったからな。大人しそうな感じかな。あ、でもなんかその喋り方がギャルなだけかもしれない。
気持ち、なんか、うん、言ってることとかがギャルだなって思う。おもろい。ほんでめっちゃおもろいっていう。ギュルルやめてよ。やめてよ。みんなでもめっちゃ可愛い。本当に。みんなめちゃくちゃ可愛かったの。びっくりした。可愛いなみんなと思って見てました。なんかすごい久しぶりになって会ってね、なんか大人になってから私初めて本当に同窓会みたいな感じで、なんか成人式行ってないからなんだろうけど、本当に久しぶりでしたね。10年ぶりぐらいの子がほとんどだったかな。人見知りめっちゃ発揮したよ。すごかったよ。お得意の借りてきたモルモットみたいになってた。めちゃくちゃ人見知り発動して全然話せなかった。おかえり。サラちゃんに決まってた今日は。珍しい。なんか人と話すのがね、もっと上手に話せたらいいんだけどね。いやもうほんと借りてきた猫ならぬ借りてきたモルでした。私はもうぷいぷい言ってたと思う。猫よりひどそう。猫よりひどかったと思う。なんかだからもしかしたらね、愛想悪いなって思われちゃってるかもしれない。あ、おかえり。飛び箱用意してたらもう多分入ってたね、中に。シュンってシュンって収納されてたと思う。ラムちゃん、ラムちゃんの方がなんならずぶといかもしれない、私より。ドラエチ、あんな感じだよ。私あの人見知りの時ずっとニコニコはしてるけど喋らないっていう。発動してる時ですね。借りてきたモルの時の竹井。あっこで人見知りなんでしてねってなるでしょ。なるのよ。なんかしばらく会わなかったら人見知りしちゃうんだよね。なんか 1,2 年会わなかったり連絡取らなかったらめちゃくちゃ人見知りになっちゃう。なんなんだろうね。どうしたらいいんでしょう、こういうの。野原のけんちゃんさん、レベおめです。そう、とりあえずニコニコ
いやあれは強いなと思った。つわものだよね、マイペースのつわものだと思いました。本当におもろいよね。そうだね。あとなんかその直接会って話したらまだもうちょっとマシなんだけど、まあ実際人見知りするんだけどね、直接会おうがどこで会おうが人見知りするんだけど、オンライン上だと余計に人見知りしちゃう。なんかわかる？ちょっと人見知りしちゃうんだよね。オンラインあるある。あと複数人っていうのが苦手だからさ、結構二人っきりで話すとかだったら多分まだもうちょっとマシかもしんない。どうだろう、ニコニコして固まってたでしょ。借りてきたモル、あれが借りてきたモル状態の武井です。どこ行ってもああなります。ニコニコして固まってます。写真撮るよってなったとしても行っていいのか分かんないから結構困ってる。挙動不審でずっといるのが武井です。だから多分昨日も9割方私挙動不審だったんじゃないかな。グループ内でもなんかそのなんか仲悪いとかじゃなくて、連絡取らなかって急に話すとかが苦手で、でなんか複数人で話してるとさ、自分がそこでなんか今その話題入ってしらけさせちゃわないかなっていう不安が結構あるから、あんまり話すのが得意なだけ。 M に入った時全然話せなかった。慣れたら話せる。で久しぶりだったらそれが発動するだけで、普段からずっとこんな感じってわけではないんだけど、最初ほんと加入した時はもう全然まあでもシンプルな気にしいっていうのはありますね。退出したのはなんかもう出るって言ってたじゃん、もう一人さ、一人退出しないとみたいな言ってたから、あじゃあ私、あじゃあ私全然話せないからさ退出するわって言って、トイレも行きたいしって言って、一応自分は宣言したつもりだったんだけど、なんか聞こえてなかったっぽくてだから宣言して行ったつもりが、あのうん変なタイミングで退出したになっちゃったのよ。人見知りの典型なのかな、めっちゃ気にしいだと思う。でも全然入ってないよねマイク。え私ちょくちょく喋ってたんだけどさ、なんか誰からも反応ないからさ、え私の声が聞こえてないのか全然喋れてないのかと思って、あの分かんなかったの。え爆笑してたよね、うん、見た見た、それはそれ見たんだけど、なんか多分聞こえてないよね私の声ほとんど。何回か喋ってるんだけど、その何回か喋ってたんだけど、私もね話しかけたんだけど聞こえてない時が多々あって、まあ声ちっちゃいんだと思うわ。音途切れてたのと、気にしいかつ人見知りなんだよ。なんつったらいいのか、まあ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 音が多分途切れてて、何回か多分私がもう自分が喋ってるのあんま多分聞こえてないっぽいからいいかなって、電波悪いんだろうなと思って。
え、そう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 、二窓ぐらいだと聞こえるんだと思う。でもうちの声が多分ほとんど聞こえてなくて。そう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 、タイミングがね、全く同じタイミングで切っちゃったからね。でもなんか多分めっちゃコミュ力高い人とか本当に羨ましいなと思う。上村さんとかさ、めちゃくちゃコミュニケーション力高いじゃん。どうしたらいいんだろう。よかったらアドバイスをし、もっとなんか明るいトーンで話したらいいのかな。うまく話せなくて。エメ、そんなのサラちゃんじゃない。ボソボソ言ってんもんね、私いつもボソボソ喋ってるんやけど、なんかもっと明るく話せばいいのかな。上村さんは多分もうめちゃくちゃ明るいよね明るいし、あの人は多分マジ誰とでも仲良くなれるタイプの、入った時点で笑ってた。よく笑うし面白いしね。彼女は天才だと思う。会話の天才はマジで上村さんだと思う。もうあれかな、やばい人見知りになりそうだと思った時は心の中に上村あずさを宿すのが一番いいのかもしれないあのマインドで生きるのが一番ええかもしれんね。あ、強いよマジでいっちゃん強い。こんばんは。上村さん基本いつでも笑ってるからね。どっと、え、でも昨日もはでもそうでもなかったな。帰ってきて、でも帰ってきて私結構お酒を飲んじゃってて、ずっとビールをね飲んでたから寝ちゃったね、帰ってきてすぐちょうどよかったかもしれない。てかなんかそのさ、自分が人前で話すときにこれを言ったらその場をしらけさせちゃうかなみたいなあるじゃん。上村さんといるとそういう心配がないんだよね。それがマジで上村さんの私いいとこだと思ってて、なんだろう、うまく話せんかったなと思ったときでも絶対その言ったこととかを拾ってくれて笑ってくれるの。上村さんって本当にありがたいよね。なんかもう拝もうかな上村さんに反動は来るだろうね。反動来るかな。でも基本的になんかさ、ネクラなんだよね私は基本。あんまぽいって言われないんだけど、マジでめちゃくちゃネクラの気にしいですからね。神だと思ってる。
やばいよね、語尾に全部爆笑爆笑ってつけないといけないもんね、 LINE とかの。ティアラつけてるよティアラポコって載せてますね、爆笑爆笑って言わないと、言おうと思います。ギャルマインドで。上村さんもめちゃくちゃギャルですもんね。うちもギャルの心を持って頑張ります。爆笑そう、メンズのモルモットだから、イケメンモルモットラムチン、可愛すぎるよね。そうだね、これから SNS の語尾は全部爆笑でいくし、もううん、ギャルマインドで生きていくわ。お話し会19日にお話し会あります爆笑って、ぜひ遊びに来てで爆笑爆笑って書いておきますは大きめでね。ロリペイさん、流れ星ありがとうございますナイス流れ星です、ありがとうございます。でもうちもギャルになりたいな。コミュニケーション能力が昨日すごい欲しいなって思いましたもん。早急に欲しいと思った。たまにね、なんとなんとってたまにちょっとね爆笑をつけてシャンパン開けてもらってサンキューなーってねできるかな（笑）いやでもなんか明るいのがいいよね。なんかこの間久しぶりに、すごい久しぶりに LINE 来たんだけど、なんだっけ、めっちゃ爆笑ってついてたんだよね。1234、あ、だってさ、なんか大した話題ではないんだけど、ちょっと用事があって連絡が来たんだけど、爆笑って5個ついてたもん。1行でだよ、その1文字で1回の会話につきの爆笑が5個ついてた。今数えてきた、ちょっと何個めっちゃ爆笑ってついてた気するんよなと思って、1回の1ターンだよ1ラリーでの爆笑が5個ついてた。もうこれはもう爆笑なんだろうね。なんかうん、1回 LINE するごとに5個爆笑ついてた。めちゃくちゃ笑ってると思う。出番だったのにね。こんな、でもさ、そんなところで武井さんがさ、さっきまでめっちゃおとなしくてさ、なんかとりあえずニコニコ笑ってる感じの、この子今人見知りしてるんだろうなって多分誰が見ても分かるような子がさ、前で言って、はい、なんとなんと本日は素敵な素敵な結婚式でっていうシャンパンいただきました3399777サンキューなーって言ったらさ、もうみんなびっくりしないいける私その会話にはびっくりマークで返してますねギャルじゃないわびっくりマークで返しちゃってた。ダメだね、爆笑ってつけないといけない。歯の予測変換絶対爆笑だと思う。ドラピさんレベ多めです。怖くない、こんな急にさ前出てきてさ、え、私ってなってて、急になんとなんとってなんかもう言い出したら、私だったら怖い
できない、そんなこと。無理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 。めちゃくちゃやばいやつやと思われるじゃん、その急にさ。普段からさ、イエイイエイって感じだったらさ、あれなんだけど、突然こんな感じで黙ってた人がさ言い出したらびっくりしない？キャラ編もキャラ編よ、ほんと。いやでもほんとになんかいいなって思った、あのコミュ力。もう NMB で一番コミュニケーション能力高いと思ってる私はね。もうマジです、あのすごいなって思う。乗ってくれるかな、あいつ何してんって笑ってると思うご友人のサラ様、シャンパンコールありがとうございましたって言われるね。めっちゃ恥ずかしいよね、もう顔真っ赤にして帰ってると思う。ご着席ください、恥ずかしいね私ね。確かに、自分やばいながるね、びっくりするよ。ずっと私中学の時からこんな感じやから、我先に行かなかったよ。なんかね、子供ちゃんがいたのよ、結構ね。子供ちゃんが来てたからね、子供ちゃんが真ん中の方でいたから、結構端の方で後ろの方で佇んでました。こんばんは。めちゃくちゃ割り込んでくるじゃん、武井いやでもなんか素敵だなって思いましたね、結婚式。なんかそのうまく、その人見知りっていうのもあってね、ちょっとうまくあの話す、いろんな人とたくさんお話しするのはちょっと難しかったけど、あれでしたね。なんだろう、普段その成人式とか行ってないっていうのもあって、なかなかいろんな同級生の子に会う機会ってないんだけど、いろんな子にも会えたし、式もねすごい素敵だったから、行ってよかったなって思いましたね。そうだよね、なんかホカホカした気持ちで帰りました。え、結局子供ちゃんの方にはね飛ばなかって、まあ、なかなかね後ろ向いてるからね難しいところもあるよね、ちょっと遠くに飛んじゃって。なんかホカホカした気持ちで帰りました。あ、いいなーって。
頑張ってください。ありがとうございます。あ、写真いっぱい撮ったよ。綺麗でした、めちゃくちゃ。目線くださいって。一眼レフは持ってなかったな、携帯で。結婚式場調べて調べる。なんて調べるの、その近くの結婚式場。もういつでも行けるように準備はできてるぞって兼ねてきた。お招きいただいてお邪魔させていただいたね。肉眼でも目にも焼き付けてきたよ。お色直しもすごい素敵でしたね。やっぱ羨ましいなと思いますね。結構綺麗に撮れたと思う。我ながら結構いい写真が撮れたはず。となんか光の加減とかやっぱりね、綺麗に撮れるようになってるんだろうね。すごい綺麗に撮れたよ。おー、わざとらしいな。話してないよ。ご挨拶聞いてたよ、ちゃんと。人気結婚式場で検索するんだ。多そう。中之島ってめっちゃ多そうだね。いい写真が撮れましたよ。ゼクシー、お腹鳴っちゃった。あー、ホテルとかも多いよね。なんかそのホテルのなんだ、上の方なのかな、あれって。あ、階数ね、上の方なのか。ホテルの外とかホテルの横とかにあったりするのかな。え、ゼクシーの婚姻届全然持ってる。全然持ってるよ。平成って書いてるけど。ああ同じところなんだ。へえ、おしゃれ。おしゃれなのいいじゃん。毎月熟読。もうめちゃくちゃ読み込んでるかもしれない。え、そう、買ったのがさ、平成だったの、まだ。だからね、平成って書いてる。婚姻届あるんだけどね。
セントリアって何？ホテル？記入してないよ。兼ねておりする。みんな楽しみに、一度楽しみにしてくれてる。あ、空港なんだ。海外でももうあれじゃん、遠くまで結構あれだね。遠くまで行ってるね。ムーとゼクシー組み合わせがすごいな。大丈夫か、線引いといていい。飾ってるよ、まだ婚姻届、部屋に部屋に婚姻届飾ってる。25歳って大丈夫かな。これなんかこれを飾ってるからちょっと婚期逃してるとかないかな、いけるかな。何が生まれたの？指輪と写真撮ってね。リリポン、リリポン今日お誕生日か。ハッピーバーリリポン、おめでとう。11月12日なのか。そうだね、学年2個上ですね。1個上がココちゃん、2個上がリリポンで、5個上がイソちゃんっていう4姉妹でさせていただいております。あ、23？ え、じゃあ違うじゃん。ちゃうやん。誰、今日お誕生日どうなっただリスナーの、ほら誰だ。誰だ。今いらっしゃる方かな。難波の四姉妹は。今日の逆。あ、そうだね、ほいちゃん昨日お誕生日だね。報告ね、そうだね、いないところであんまりね、そういうのは。まあ誰だろうってなってる私がね、失礼なんだろうけど、ごめんね、申し訳ない。みんなのお誕生日ね、ちゃんと暗記できたらいいんだけど、どうしてもちょっとねあれだからね。もしよかったらね、今日お誕生日だよって方は言っていただけると、ごめんね。申し訳ないです。で、私がね覚えてたらよかったんだけど。
いやもうどんどんアピってあ、持って帰ってきた、持って帰ってきた、持ってきたい、持って帰ってきたけどね、毎日見たらいいんだけど毎日見れてないからちょくちょくちゃんと見なきゃだね、せっかく書いたのに。野原のけんちゃんさん、レビおめです。忙しくないよなんかあれだよね、ふと毎日開いてたらねあれなんだけど、毎日開かないから全然ね忘れちゃうね、開くっていうことをなので忘れてることも多分多いからね、言っていただけるのが一番嬉しい。もうどんどんアピールいただけると嬉しいです。思い出したケーキ食べたって竹井聞かなかった、来てくれてたよね、ケーキ食べたって聞かなかった。竹井さんなんかさ、お誕生日の時絶対さケーキ食べたって配信でも聞いちゃうよね自分が食べたいだけなんかもしれないけど、私がね、私が個人的に食べたいだけかもなんだけど、ケーキ食べたってあまりしない、言ってよみんな。9ヶ月後なんだ、言ってたでしょ、絶対言うよね、 ねケーキ食べた、食べないのって言ってる絶対に言う、一番大事なことですからね、ケーキ食べたかの確認って。誕生日にしないといけないこと、おめでとうと、おめでとうってちゃんと言うのと、ケーキ食べたか聞くのは絶対大事ケーキ食べた一番大事、さあ君言ってよ言ってよは絶対言うね、確かに言ってよって。でも言ったら言ったでケーキ食べたって言われるから誕生日、今日誕生日なんだよねって言ったら言ったでもケーキ食べたって聞いてくるから私の誕生日はすごい立派な、めちゃくちゃ美味しそうなケーキ食べてくれてた、サラカツでね、こんばんは食べてくだすってた、嬉しかった。今ねサラカツ調べてないなと思った、ホトさんがサラカツで焼肉を乗せてくだすってる、めっちゃ美味しそう、ハラミ、ロースとハラミやば、わあ鶏肉めっちゃ美味しそう、いいな、もう少し何日で食べきるんだろう焼肉今見てきた、いいねしてきたよ、めっちゃ美味しそうだった、めっちゃいっぱいだったね、いっぱい並んでた、めっちゃ美味しそう、いいな、作ってくれたら食べる、ケーキ甘いよね、私でも最近甘いものも好きなんだけど、甘くないのも結構好き、塩辛いものも好き。浜野さん、アメちゃんありがとうございます、早いいいねが早い、野菜サラダも食べろって、ほんとだ、リップ来てるじゃん、野菜サラダも食べてねって書いてる、ほんとだほんとだ、ハラミめっちゃ美味しそうですね、いやいやケーキじゃないよ別にケーキ、ケーキに限った話ではないけどね、なんか
ポテチとかじゃがりことかも好き。甘いのも好きだけど、すごいね、こんなに並んでると思わなかった、びっくりしたね。いっぱい並んでた、美味しそうだった。これが噂のノピーさんがいいねしたと言われる。埼玉さん、埼玉さん、恋バナそろそろ聞かせてよ。そろそろ聞きたいんやけど。眠たなってるやん、バレた。ちょっとあくび出てきちゃった。ちょっとうとうとしてますね。15分になったら一旦終わろうかな。お酒持って肉とラーメンには弱いか、私もわかる。お肉とラーメンはね、めちゃめちゃわかりやすくていいよね。几帳面な、綺麗に並んでたもんね、その種類別に。私結構パラパラ並べちゃうし、焼き方も結構適当に焼いちゃうんだよね。もう焼け食べれればいいって思ってる部分があるから知らない。田所商店ってどこにあるの？名古屋の方？あ、どこにでもあるのか。また見つけたら行ってみようかな。味噌ラーメン、あ、味噌ラーメンか。私は結構豚骨醤油派だな。武さんは豚骨醤油派ですね。ロリペさん乗せてた？田所商店見てこよう。あ、本当だ、あったあった、美味しそう。こういうのだったらいけるかも。バターが、味噌ラーメンあんまりチャレンジしたことないんだよね。美味しそうだわ。バターの、バターがでかいねバターのでかくない？バターなんかちょこっと乗ってるというか、バタードーンって感じでめっちゃ美味しそう。行ってみよう。今度ちょっと調べて近くのとこ行ってみます。よし、では一旦ランキングを発表させていただきたいと思います。あ、トッピングしてるのかあんな感じだったらトッピングしたら絶対美味しそうだね。私もトッピングしよう行ったら絶対バタートッピングしよう。いきます。13位ドラッピさんです、ありがとうございました。12位ヤスさんです、ありがとうございました。11位セレビーさんです、ありがとうございました。10位ハットリさんです、ありがとうございました。9位にしあんさんです、ありがとうございました。8位ゆってぃさんです、ありがとうございました。7位けんちゃんさんです、ありがとうございました。6位おのぴーさんです、ありがとうございました。5位ほとさんです、ありがとうございました。4位はまのんさんです、ありがとうございました。3位かりさんです、ありがとうございました。2位ロリペイさんです、ありがとうございました。そして1位はひとやさんです、ありがとうございました。はい、来週の日曜日19日にお話し会を開催いたします。もしよかったらね、遊びに来ていただけると嬉しい所存でございます。ではでは、おやすみなさいませ。またね。待って、もうめちゃくちゃお腹グーグーになってるの恥ずかしいわ。終わりがけに終わりがけにギュルルルルって恥ずかしいわはい、おやすみなさいませ。ありがとうございました。最後の最後にお腹鳴ったわ。ありがとうございました。